皆さんこんにちは、昨日から断食を始めまして、まあ、断食といっても固形物を食べない、ね、水分はね取ります。なんだろうな、まあスポーツ飲料とかもうほとんどね水とかお茶とかね、そんな感じなんですけど、あとね酵素酵母類ね、砕いて水分に溶かして、飲むでね、固形は取らないという、ダイエットをね昨日から始めてます。でね、今日はねもうお腹が空いちゃってね、あの立川駅にこうね行ってきたんですけど、後ろのね定食屋か何かわからないんですけど、いい匂いがするんですよ。スマホ見てもね普段見ないようなね料理の項目が目につくんです。多分ね今お腹空いてるのがピークですよ。ラーメン食べたい、ケンタッキー食べたい、ラーメン食べたい、ケンタッキー食べたいの繰り返しですけど、実際にねそれを我慢した結果がね出てるのかどうか皆様に見ていただこうと思います。昨日ね 130.9 でした。さあ今日は一体何キロなんでしょうか。まあね、なんかね、最初はすごい痩せるっていうので、でね、まあ3日から5日間断食して、まあ5キロ痩せたらいいかなと思ってます。では、乗ります。まあね、遠くて見えない場合はね、後でね、スクショ撮ってね、あのトップページ載せますから。じゃ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 ん。じゃん。126.9。ちょっとこれ、昨日、あれ、また動いちゃいましたね。ちょっと待ってください。今ね 126.9 だった気がするんですよ。あ、2回測っても同じですね。じゃん、もう一回測りましょうか。今取れてなかったかな。ちょっと待ってください。いい加減しつこいよってね思うかもしれませんけど、もし 126.9 だったら、まあね昨日 130.9 ですからね、同じですね。一応断食2日目大成功です。 126.9 です。あー、引き続きね、あの最低でも3日は断食しようと思ってたので3日目にちょっと挑戦します。一応ね固形物は取らないというような断食なんですけど、なんと、1日目2日目にしてね4キロ出せました。もう5キロまだ少しです。これねもう明日達成しちゃうんじゃないかっていう感じですけど、引き続きね、まあ体のためにね、なんだろう、ボランティア行っても動けるように、おかしなやつ来たらね私が やられるようにね、ちょっと体をね元に戻したいと思いますので、2日目大成功です。ではね、私の4キロ痩せたのがいいねと思う方はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。明日も頑張ります。